ここは清水区銀座。清水駅から駅前銀座を抜け、清水銀座に入る間にある中央銀座と呼ばれる区画です。静岡市清水区が清水市だった時代より住民たちに愛され続ける2つのスイーツを紹介します。こちらは高田アイスさん。1946年創業、ソフトクリームのテイクアウト専門店です。原料の異なる2種のソフトクリームにチョコ味やフルーツカップに抹茶と、近年になって増えたメニューも。一番普通のソフトクリーム、こちらがソウルフードとして愛され続ける清水住民の定番スイーツ。細かい氷が混ざったシャリシャリとした食感で、すっきりした甘さのミルクな味わい。濃厚系とは真逆な、暑い日でもベタっとせずさっぱりいただける一品です。シンプルに中身たっぷりな大判焼きもおすすめですよ。お次は左隣の武田フルーツさん。1970年頃に提供を始めたフルーツジュースが半世紀以上愛され続けています。2店並んで高田と武田が定番ネタです。一度生絞りしたものを凍らせ、提供時にジュースに加えてさらにミキサーにかけることで、しっかり冷えた状態での提供となり、氷の食感も楽しめる一品に。静岡ブランドの紅ほっぺと秋姫を使用したいちごジュース。ジューシーな摘みたていちごのような口当たり、濃厚な甘さとほのかな酸味が癖になる一杯です。清水の住民の2つのソウルスイーツ、ぜひお試しください。